みんな、今日はありがとね。そこまで信頼されると照れちゃいますな。だけど今日は試食だからな。美味しくない可能性もある。それはないと思う。リナちゃんボードキリリ。そうだよね。カナタさんが作ってくれるものっていつもすっごく美味しい。無人島合宿の時びっくりしたもん。あんなに手際よく美味しいもの作れるなんてすごいと思うよ。わー、みんないい子。なでなでしちゃう。カナタさんのお料理楽しみ。リナちゃんボードワクワク。カナタちゃん頑張っちゃう。ちょっと待っててね。はい、お待たせ。唐揚げとネギ塩チキンとチキンスープのチキン尽くしだぜ。は、デリシャス。すっごく美味しいよ、カナタ。僕これ全部好きだ。お肉、とっても柔らかい。リナちゃんボード、ふわふわ。ほっぺが落ちちゃいそうです。ですが、私たち30分も待ってないですよね。こんな短時間に3品も？調理法が違うから、同時にできちゃうんだよ。唐揚げは揚げ焼き、ネギ塩チキンはレンジでチン。スープは煮るだけだもん。でも味付けとかやることはいろいろありますよね。まあね。でもお肉の下味は全部一緒だから、そこは時短できるんだよ。塩麹を使って昨日から仕込んでたんだけど、これはお肉も柔らかくしてくれるし便利便利。ライフデザイン学科って僕には想像もつかないことをしてるんだね。言ってることはわかりますが、私にはとても真似できません。簡単にやっちゃうカナタさん、すごい。えへん、冷めないうちに食べて食べて。お粗末様でした。気に入ってもらえてよかった。これでカナタちゃんの課題も提出できるよ。どういう課題だったの？忙しい時に便利な時短レシピ作りだよ。なるほど。塩麹で下味をつけた鶏肉をストックしておけば何種類にも使えて便利ということですね。いうこと。忙しいとつい得意なものばかり作っちゃうけど、何通りも使える下準備ができてれば、はるかちゃんにいろんなものを食べてもらえるのです。いつもこんな美味しい料理が食べられるはるかは幸せだね。かなたちゃん、みやちゃんのためにもお料理作っちゃうよ。何が食べたい？ハンバーガー。じゃあ次は美味しいハンバーガーのレシピ作りをしようかな。カナタさんってやっぱり調理師系のお仕事を目指してるんですか？それは全然考えてないな。お料理は好きだからずっと続けていきたいけど、どちらかといえばお店で作るよりも料理研究家とかの方が興味あるかも。料理研究家？そう、美味しいご飯を食べると幸せな気持ちになるでしょ？その美味しいご飯だって簡単に作れた方がいいよね。
そういうレシピを考えてみんなに教えてあげられるなんていいな。かなたちゃんもお料理やり始めの頃は動画サイトとか見て助けられたからさ。今度はかなたちゃんもレシピを発表する側になりたいななんて。ねえかなた、僕でも作れるくらい簡単なレシピってある？私も知りたい。私も何か作ってみたいです。もちろん。それじゃあ今から作ってみる？いや、よーし、じゃあみんな手を洗って。